モリス・ドゥラフォス、モリス・ドゥラフォスは、フランスの植民地官僚、アフリカ学者、民族学者、言語学者。シェール県サンセルグに生まれ、パリで没した。モーリス・ドラフォスというナ表記例もある。エルネスト・フランソワ・モリス・ドゥラフォスは、1870年12月20日、シェール県サンセルグ村に生まれた。実家はカトリックを信仰しており、子供は、モリス以外に5人いた。 モリス・ドゥラフォスは、中東教育を優秀な成績で終えた後、パリで医学を学び始めた。しかしその直後、植民地の諸問題に関心を寄せるようになり、1890年に東洋言語特別校に学生登録し、アラビア語コースに入った。その1年後の1891年に、学業を中断してアルジェに行き、サハラ武装修道士会に参加した。 この修道司会は武装闘争も含めた手段で、トランスサハラ、黒人奴隷貿易を禁止するために、アルジェのシャルル・ラビジェリ数奇教が組織したものである。しかし、修道会には2、3ヶ月程度いただけで、その後はフランス陸軍に入隊した。ズワーブ兵として1年間訓練を受けた後、パリに戻り、東洋言語特別校を卒業した。デラフォッシーによる、 言語地図の詳細部分。コートジボワールとガーナの境界付近でナファンラ語が話されている地域を示す。1894年、増下海岸植民地に原住民問題担当三島書機関として赴任し、植民地経営に携わり始めた。コートジボワールには1897年まで滞在し、その後は隣のリベリアにフランス領事として赴任した。 1899年にコートジボワールに戻り、当時イギリス領であったガーナ植民地との間の境界線確定交渉を担当した。この頃ドゥラフォスは一人の若いイボリエンヌと巡り合い、男の子を二人設けた。ドゥラフォスはいずれの子供も認知した。1907年にソルボンヌ大学教授オクターブーダの娘、アリスとブローニュイコールビアンクールで結婚し、 1909年から1915年まで東洋言語特別校と国立植民地校で教えた。第一次世界大戦の最中1915年に、ドゥラフォースはフランス領西アフリカ植民地政府の住民問題責任者に任命され、ダカールに赴任する。ダカールでは妻と子供二人を含む家族で暮らした。1918年2月27日に、 フランスに戻った。その後は、アフリカへもう一度行くことはないまま、1926年11月13日に、パリで亡くなった。墓所は、ブローニューイコールビアンクールにある。ドゥラフォスの娘、ルイズが書いた父の伝記に対する書評の中では、同時代のフランス植民地官僚、民族史学者の中で、最も傑出した人物であると紹介されている。アビジャンには、ドラフス通りがあり、 フランス語学校にも彼の名前が冠された。ダカールでは権威ある公立校にドゥラフォスの名前が冠されている。生まれ故郷のサンセルグ、晩年の居住地ブローニュには道路の名前に彼の名前が冠された。カレルによるとドゥラフォスはフランスのアフリカ支配に不同意であったため、生涯にわたって植民地社会から無言の圧力をかけられていたという。しかしながら、 人物としての評価はともかく、研究内容に関する評価は、賛否両論がある。ドゥラフォスの主要著作の一つ、オーセナゴルニジェールは、西、スーダーンに、広域支配を打ち立てた、ガーナ、マリ、ガ外の特に焦点を当てて、西アフリカの歴史の再構築を意図したものである。また、岐阜のオクターブーだと、強調した、探求者の歴史と、スーダーンの歴史のフランス語訳は、 21世紀現在も参照されている。しかしながら、ドゥラフォースはイブンハルドゥーンなどのアラビア語文献を重視する。一方で、西アフリカ人が世代を超えて口頭伝承した歴史を無視した。また、資料批判が甘く、文献中の偏見や一方的な観点をそのまま取り入れてしまうこともあった。例えば、ガーナ建国の担い手について、ドゥラフォースは、 アラビア語文献にある明るい色の肌という記述から近東からの移住民と思い込み今のモーリタニアにあたる地域にユダヤ人の部族の大規模移住があったと結論付けた結果としてドゥラフォスは西アフリカにユダヤ人の居住区があったという神話を捏造したドゥラフォスの研究には自身の構築した体系に都合が良くなるように資料の裏付けがない情報を付加してしまうことがあった 彼が示したマリの王の一覧は、いくらそれが一見一貫性があり、整合が取れているように見えても、取り扱いには注意しなければならない。事実か否か極めて疑わしいアラブのハバルを、もっともらしく、見せかけるため、ドゥラフォスは、アブバカリ二世という名前を王名の一覧に書き加え、1310年から1312年まで、という具体的な在位年まで付け足した。 しかしこれらの情報は歴史学上全く裏付けのない情報である。象下海岸と黄金海岸とスダンの国境。ありがとうございます。